皆さんこんにちは、うさです。今回は皆さんと一緒にワックスで指輪を作っていこうと思います。ご存知の方がこちらには多いかなと思うんですが、ワックスってまずは何かっていうのを話すと、指輪を作るときには2通りの方法がありまして、1つは地金、金属から成形していく方法、もう1つは鋳造という方法がありまして、ワックス、いわばローでできた塊で形を作って、後から型を取って金属を流し込んで成形する方法っていう2通りがあるんですね。で、今回は、大体皆さんがよく使われているそのワックスの指輪の作り方っていうのを、シェアしていこうかなと思っております。で、今回作るワックスのその設計図がこちらになります。こういう指輪を皆さんと作っていこうと思います。で、ここに写真でこうやって指輪の完成図があると思うんですが、この中もですね、軽量化のためにちょっとくり抜いていこうかなと思うので、そんな感じで、もしね、気になる方いらっしゃいましたら最後までぜひご覧ください。で、指輪を作るにあたって、まずは今回、ワックスの必要な道具を皆さんにシェアしようかなと思います。もし道具についてね、知っている方いらっしゃいましたら、パスして制作過程から見てください。では道具の紹介からしていきます。まずはですね、ワックス制作をする上で必ず買っておいてほしいものから紹介しようと思います。一覧がこちらになります。名前だけ見てもピンとこないと思うので、道具一覧をちょっと一緒に見ながら説明していこうと思います。まず糸のこフレームとワックス用のコバがこちらになります。糸のこフレームはね、金属を切る際にもよく使うので、彫金を始めたいという方は購入されてください。で、私はですね、結構この移動式長さを変えれるものを買っているんですが、一般的に普通のこういうコの字のものも売っていますので、どちらを購入されても構いません。先ほど書いてあったワックス用のコバ0番っていうのがこちらですね。ワックス用のコバと普通のコバどう違うのかっていうと、ワックス用はですね、くるくる回転しているんですよね。で、歯詰まりがない歯になっています。私はこれドイツのペンギン社っていう会社のところのものを使っているんですが、オンラインでも販売していたので、皆さん日本でお求めいただけるかなと思います。で、次にスプリングコンパスですね。スプリングコンパスはワックス製作で必ず必要になってくるので、皆さん購入されることをお勧めします。こちらですね。で、先ほど必需品には書かなかったんですが、ステンレス定規とこう一緒にね、ここのメモリに合わせてコンパスをこう幅を調整してもらって線を引くための道具になります。あと次に必ず持っておいてほしいのがすり台です。こちらですね。ノコバを使うときに、普通のテーブルだとテーブルを切ってしまう恐れが大変多いので、必ずこういったすり台、最近はクランプできるもの、テーブルにそのまま挟めるものも売っておりますので、そちら必ず購入されて使ってください。あと次に必要なのがスライディングゲージですね。こちらになります。これ何なのかっていうと、幅を見ることができるんですね。これ以前作った指輪になるんですが、こういう深さをね、測りたい時って普通の差しじゃ測れないじゃないですか。こういうね、厚みを見たい時にここに挟んでいただくと、ここで見ることができるんですね。これ結構厚みを調節するときに役立つので、購入されることをお勧めしたいと思います。あと次に大事なのがスパチュラです。スパチュラはね、すごい種類が多様なんですよ。私もね、こんな感じでもっと持ってるんですが、いろんな種類があって、ちょっと歯医者さんのキットみたいな感じですね。ただそんなにたくさん全部は使わないので、とりあえず6本セットとかで購入されてみたらいいんじゃないかなと思います。バラ売りでもね、最近は売っているので、もし制作しながら、あれこれ使いにくいなとかって思ったら、その都度買い足されるといいんじゃないかなと思います。とりあえずはね、6本セットで一度購入してみてください。あと次に大事なのが耐水ペーパー、紙やすりですね。で、耐水じゃなくてもいいんですが、私が今使っている紙やすりが、まず一つこちら、耐水性で、水につけながらやすれるもので、これは600番になります。この600番がね、一番表面をきれいに整えやすいです。
でもっとツルツルにしたいっていう方はそれより、もっと大きな数字ですね、例えば1000番とかを購入されてもいいんじゃないかなと思います。基本的に私は600番だけでも十分綺麗になるかなって思っています。あともう一つこちら、これは耐水ではないんですが、180番粗めのヤスリになります。これ何に使うかっていうと、最初ね切る際ギザギザになるんで、それを綺麗に整えるときに180番ぐらいのヤスリが一番早くて綺麗に磨けるので、皆さんにおすすめしたいなと思います。最後、直角定規スコヤがこちらになります。これどうやって使うのかっていうのは後でちょっと制作しながら皆さんにご紹介していこうかなと思います。個人的にこの T 字になっているものがおすすめです。あと他に持っていてほしいものがビューターとこのラウンドのスチールバーですね。スチールバーは4ミリ程度のものがあると内側掘りやすいかなと思っています。あと先ほど少し紹介したステンレス定規、あとはリーマーです。このリーマーはね、指輪の内側を掘るときに使うんですが、もしない方はね、自分でスプリングコンパスで太さ測って削ることもできます。でもしリーマーを使われる際はね、同じくリング棒も持っていていただけるといいかなと思います。もしリーマーで削る方はね、指輪のサイズがわからなくなってくるので、こちらでサイズを測りながら削っていくっていう方法があります。あともっと細かい作業をしていくってなると必要になるのがこちら、精密ヤスリになります。こちらもね、6本セットとかでよく売っているので、とりあえず6本セットで購入していただけるといいかなと思います。結構ね、細かい作業をするときにこれあるとすごく便利ですし、あとこう四角だったり丸だったり三角だったりいろんな形が売ってるので、これで細かいところ削っていけるかなと思います。これは金属削る時も必要になってくるので、皆さん買っておいていただけるといいかなと思います。では前置きが長くなってしまったんですが、早速作っていこうかなと思います。まず今回使うワックスがこちらですね。上が平らで中丸の空洞が開いてる指輪用のワックスになります。で今回私これ残っていた紫の色を使うんですが、初めてされる方は緑色のものがあるので緑色でされることをおすすめします。ちなみに色がこんな感じですね。これは丸のものになるんですが、こういった色になります。で何が違うのかっていうと、紫色の方が硬いんですね。で硬いとポロポロ初めてされる方は結構傷もつけやすいし切っちゃったりとかあると思うので、直しやすいね、この緑色、基本的なベーシックなものになるんですが、こちら使われるといいんじゃないかなと思います。じゃあまず最初に表面が切った時のままでギザギザしているので、綺麗に紙やすりで整えていこうと思います。削るときに直角にちゃんとならないといけないので、それを確認するために使うのがこれです。こうやってね、見てもらうと隙間空いてるなとか、ちょっときつ角が出てるなとか、そういうのが分かります。ちょっと浮いてるかな。はい、そんな感じで表面きれいになりました。次は切っていきます。はい、で今回横の幅がですね、見ていただくと分かるんですが 11.35 になっているので、ちょっと余分に切るために 11.5 で切ろうかなと思います。これを使って測ります。0から始めるとどうしてもズレが出てしまうので、1からこう置いてもらって11.5 でこうやって直接してあげてください。で切る時なんですが、この目盛りの上を切るんじゃなくて、目盛りの横ここら辺を意識して
切ってみてください。で刃を入れるときはね、角っこを中心にこう順番に入れていくようにしてください。ずっと同じところで切ってるとね、どんどんズレが出ちゃうので、こうやって合わせてもらって、で必ずこうならないように、横にこうなってしまわないように、下に下に下ろすっていうのを意識してもらって切ってみるといいかなと思います。はい、じゃあこの切った線に沿ってやすっていきます。先ほど紹介し忘れたんですけれど、ワックスの時に使うのがこのプロペラヤスリというワックス専用のヤスリです。こちらを使ってやすっていきます。これね、特徴としては結構粗めになるので、最初削る時に使っていただけるといいかなと思います。で削る時の特徴としては、こう一方方向に削るんじゃなくて、優しく優しくこう右左右左ってこう方向を変えながら削ってもらえると綺麗に削れるかなと思います。はい、横の幅が綺麗になったところで、次はこの丸の方、指の穴が通るところ、ここのサイズを決めていきたいと思います。今回はですね、13号で作りたいなと思っているんですが、ワックスっていうのは鋳造してしまうと指輪のサイズがね、1号ぐらい下がってしまうんですよ。なので13号の1つ上のサイズで作っていきます。というわけで14号のサイズで丸をくり抜いていこうと思います。本来はね、私いつもこのリーマーを使って削りながらサイズを調整していくんですが、今回はないという方もいらっしゃるかなと思うので、このスプリングコンパスで、測って削っていく方法というのをご紹介していこうと思います。はい、この指のサイズを合わせるために必要になってくるのが内径になります。で指輪の内径っていうのは検索していただくとすぐ出てくるので、そちらを参考にされてください。で今回私14号のサイズで、削っていくんですが、14号の内径が 17.33 になります。今この内側の内径っていうのが、のぎすとか、まあ、最悪刺しでも構わないんですが、測っていただくと15センチっていうのが分かるんですね。なので、あとこの 17.33 にするためには、まあ 2.33 の幅で削っていただかないといけないんですね。で 2.33 ではあるんですが、この内径なので、ここの長さですよね、 2.33 両方削ってしまうとだいぶブカブカになってしまうので、この内径全部の長さが 2.33 というわけで、 2.33 割る2は 1.165 になります。なのでまずはスプリングコンパスで 1.165 分、まあちょっと難しいと思うんですが、大体で削っていきます。はい、自分の中では 1.165 になりました。でこれでここの線を内側に沿ってここを引いていきます。はい、というわけで両方引き終えました。じゃあこの線に沿ってですね、内側を、これで内側を掘っていきます。で過ぎてしまわないように、よくよく内側見ながら削っていってください。はい、結構やすれてきたので、このちょっと丸みのついた細かめのやすりで内側も少し磨いていきます。14号に慣れたところで
次は高さを揃えていきます。高さこちら見ていただくと分かるんですが 2.5 になっていますね。なので 2.5 のサイズになるように切っていきます。まずこの高さを知らないといけないですよね。こちら刺しで測っていただいてもいいんですが、一番いいのはミニノギス持っているのでこちらで測っていこうと思います。皆さんノギス購入される際はですね、ジュエリーの専門店とかでおすすめされているものを購入されるといいかなと思います。今これで測ると 11.2 になっているので 11.2-2.5 分をここに線引いて切っていきます。なので 8.7 ですね。 8.7 分をスプリングコンパスでまず測ります。で、一旦ちょっとだけ線引いてみて、これで合ってるかちょっと長さ見ます。ではこのサイズで、線を引いていきます。こうやってですね、全面に線を引きました。で、さっきの要領でまた切っていきます。切るときは必ずこの角、全部四方面の角からこうやって切っていって内側に寄せるようにしてください。横を見ながら削る方法もあります。で、その時にすり板にこう合わせる形でやると下が削りすぎないで済むので、こうしながら平行にヤスリを入れていきます。ちょっと細かめの平ヤスリを使って綺麗に縦に削っていきたいと思います。あまりこの際に急ぎすぎずに、さっきこの横幅をこう見ながら削って、ここ真ん中がちょっとモリッとなっちゃってるところがあったりすると思うので、この最後のここの部分を削りすぎないように、この真ん中を意識してやすっていってください。高さが揃ったので、次はこの周辺を削っていきます。同じ要領で線を引いていきます。で、これ見ていただくと分かると思うんですが、この周辺ですね、ここの幅が 2mm、 ここが 1.7mm になります。で、ここにね9って書いてると思うんですが、ここの横の幅もちゃんと見ていかないといけないので、まず上のここ線引いて、でこの横も引いていきます。さっきと同じ要領で引き算方式でここの幅を 9mm にしたいと思います。まず横がですね、これ28ですね、 28×9、19 になって、19を割る2にすると 9.5 になりますね。なので 9.5 をスプリングコンパスで見ていきます。ギリギリまで線を引いておきます。これぐらいですね。で、あとは刺しでこの上とここに合う部分を線を引くんですが、
が尖ったものを使ってここで線を引きます。線が引けました。できる時はですね、注意してほしいのがこの下の方が内側に入ってしまわないようにできるだけ縦に縦に切るようにしてください。で、私はですねこのすり台のこの角に沿うようにいつも切っていて、なのでこの線の部分をここに合わせてあげて切るようにしています。紙やすりを棒に巻いたものになります。これねすごい便利なのでぜひ皆さん作っていただきたいなって思うんですけれど、私の場合はですね紙やすりをこうやって両面テープでこうくっつけて使っています。でこれだとさっき言ってたあの600番の紙やすりっていうのをこう平らにこうやって使いたい時に便利になります。で大体ねヤスリとかだとヤスリ目残るんですけど、これだとすごい平らに綺麗に滑らかにヤスれるので、これでちょっと整えていきます。はい、ここまでできました。次はここの横幅を整えていきます。この下の幅が 4mm で、こうやってカーブしていく感じになります。これをね、あのヤスリで綺麗に整えていくんですが、まずこの下の 4mm の線を引こうと思います。さっきここ 11.35mm で作ったじゃないですか、幅を。なのでそこからまた 4mm 分引いて、それを割る2にしてこの両片方を線引いていきます。 3.67 です。で全部引かないように気をつけてくださいね。ここの角の方がここカーブしてるので、ここら辺は線引かずに中心ぐらいまで引きます。まずねここが結構平らな方なので、平らなヤスリでヤスっていって、ここら辺はカーブしてるので、あの丸みのあるヤスリでヤスっていきます。まずねこの中心に攻めていく形で、この角度ぐらいで削っていきます。カーブの部分とかは目視で確認していかないといけないので、この設計図とこの部分をこう照らし合わせながら形をやすっていってください。結構際どい作業になってくるので、あのゆっくり作られるといいと思います。次はですね、この表面最後丸を作っていくんですが、もしねこの表を切ってもいいっていう方だったら切って貼り付けて線を引くっていうのもありなんですが、今回は私はですねここにありますあの丸を使ってちょっと線を引いていこうかなと思います。
こんな感じで磨き終えました。この内側少しだけ厚みがあるので、この部分を少しだけ掘って空洞を作ろうと思います。はい、そんな感じでですね、今回は、シグニチャーリングのような形の指輪を、ワックスで制作してみました、参考になりましたでしょうか。今後もですね、皆さんからのリクエストをどしどしお待ちしておりますので、ぜひ何か作ってほしいものだったりとか教えてほしいものありましたら、コメント欄に記載していただけたら嬉しいです。最後に、今回の動画良かったなと思う方いらっしゃいましたら、いいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。